メキシコカワガメは、爬虫高カメ目、メキシコカワガメかメキシコカワガメ属に分類されるカメ。原生種では本種のみで、メキシコカワガメかメキシコカワガメ属を構成する。別名カワガメ、中米カワガメ。グアテマラ、ベリーズ、メキシコ南東部。ホンジュラス北東部に分布するとする説もあるが、確実な記録はない。模式標本の産地は、 南アメリカとされていたが、実際には、ベラクルス州と判明している。和名はメキシコが、模式産地かつ分布することに由来する。最大高潮65センチメートル。背高は扁平で、上から見ると円形に近い楕円形。骨幹板は分厚く、生体では骨幹板同士が融合し、融合線消失する。角質幹板は薄く老齢個体では、 パ板の継ぎ目が不明瞭になる。俗名、ダーアマトミーは、川の亀の井で、角質パ板が薄く比較状になることに由来する。廃校の色彩は、高褐色や肺褐色、ハイ色一色。廃校と復興の継ぎ目には、液化パ板、素形パ板も含めて、左右に3から6枚ずつ火炎パ板がある。火炎パ板は、原生種では、 本種と、大頭がメカ及び、ウミガメ科の構成種のみにある。復興は大型で幅広い。復興の枚数は12枚だが、左右の喉甲板が融合し11枚になる個体もいる。橋や、復興の色彩は単光色一色だが、シームは暗色になる個体が多く甲板の一部が暗色になる個体もいる。頭部は小型。粉炭は長く突出し、やや反り上がる。 四肢は細く、前面は膜状の大型ウロコで覆われる。指跡の間には水かきが発達する。頭部や頸部背面の色彩は単光色や赤活色で、側頭部の色彩は灰色や黄褐色で不鮮明な虫食い状の暗色ファンが入る個体もいる。卵は長径5.4から7 2トル単径3.2から5トル 妖体の廃校は、ドーム状に盛り上がり、上から見ると細長い楕円形。C 幹板に筋状の盛り上がりがあり、後部円幹板は、ノコギリ状に尖る。成長に伴いキールや円幹板の突起は消失する。妖体は、目後部に黄色い筋模様が入る個体が多い。メキシコカワガメ科は、ドロガメ科に近縁で、単形頭群を形成すると考えられている。 スッポン家の化石種との外部形態の類似、内部形態から本家と泥亀科をスッポン城家に含める説もあった。核型やミトコンドリア DNA の分子系統学的解析からスッポン城家とは禁煙でないという解析結果が得られたため、本家と泥亀科のみで泥亀城家を構成する説が有力。メキシコ川亀科の原生種は一種のみだが、白亜紀の地層から 本家の化石種が発見されている。種商名モブは本種の模式標本を大英博物館へ寄贈したイギリス海軍の大異、盲栄の県名。水生植物の繁茂する大型河川、湖沼、湿原などに生息するが、川口や寄水域に生息することもある。生態は流れがある養存酸素の多い環境を好むが、容体は 水中の沈黙や堆積物などの隠れ家が,がある、環境を好む。完全水生種で、産卵以外で上陸することは稀。白面白母性もしくは夜行性。陸上ではうまく動くことができず、日光浴も水面に浮かびながら行う。水底を徘徊することもあるが、主に死種を交互に動かして、水中を遊泳する。遊泳速度や潜水速度は速く、 水深10メートル以上に潜ることもある。深い水中でも鼻孔から水の出し入れを行い同時に口内や喉の粘膜を使ってガス交換も行うため息継ぎをしなくても水中で長時間の活動をすることができる。植生はほぼ植物食で水生植物、果実、水没した陸生植物などを食べる。繁殖形態は卵生。少なくとも ベリーズやメキシコでは、雨季の終わりから、寒季の始まりにかけての期間に繁殖する。増水時に小規模な水場へ移動し、その周辺で卵を産む。これにより、陸図体に水場を移動することなく、雨季に水没しない場所に卵を産むことができる。1回に2から20個の卵を年に2から4回に分けて産む。浅い穴を掘ったり、地面やくぼみに直接卵を産みその上に、 不食質を被せる。浅い水中に卵を産むこともあり、発生初期の卵は水没しても発生が一時的に休止するだけで寒気になって水が引くと再び発生を開始することがある。卵は野生下では217から300日、飼育下では115から223日で孵化した例があるが孵化期間が幅広いのは 発生が遅延あるいは一時的に休止したり、発生後の様体が周囲が不可に適した環境になるまで卵の中で待機しているためだと考えられている。発生時の温度によって雌雄が決定し、25摂氏26度では、オス、摂氏28度以上では、メスが多く生まれる。卵も含めて、食用とされる。釣り、巻き網、カゴ状や、 ロート状の罠を使って捕らえられる。産卵の際に小規模な水場へ移動する生態から小規模な水場に集まったメッスが大量に捕獲されることもある。食用の乱獲などにより生息数は激減している。1981年にワシントン条約付属書通に掲載された。グアテマラでは1998年に 保護の対象に、ベリーズでは1993年に法的に採集が規制された。メキシコでは1927年に校長40センチメートル以上の個体の採集禁止、禁猟区の設置、産卵期の前半が禁猟期とされ、1994年に商業用の採集が禁止されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 飼育か繁殖された幼体が流通することもあるが、流通は稀。大型種の上に遊泳性が強いため、大型のケージが用意できない限り一般家庭での飼育には向かない。アクアリウムで飼育される。飼育家では人工飼料にもえずくが、動物質を多く与えると甲羅が変形することがある。ため、植物質の餌を多く与えるようにする。ありがとうございます。